では皆さんと一緒に新型コロナウイルスについて考えていきたいと思います東京都などに出されている緊急事態宣言について政府は延長する方向で現在調整に入っています県の対策本部は県内に出されている緊急対策について延長するかどうか現在検討しているということです県の緊急対策から間もなく3週間まずは県内の感染状況がどう変わっているのか見ていきましょうこちらです 今年に入ってからの県内の感染者数の移りり変わりですこうやって見てみると昨日、一昨日と2日続けて1桁ということで。 減少傾向にあるということは分かりますねそうですね、うん、病床使用率についても見ていきますと過去最多の感染者数である46人が確認された先月9日時点では病床使用率61.2%とステージ4の基準である50%を上回っていましたそれが昨日は45.8%ということになっています 県は飲食店などへの営業時間短縮要請の効果などはある程度出ているとはしているんですがそれでもこの病床使用率というのはステージ4の基準が50%ですのでまだまだ逼迫した状況であるとして私たち県民に不要不急の外出の自粛など基本的な感染対策の徹底を求めていますでは改めて県内の感染状況をまとめていきます 昨日までに感染した方というのは1735人確認されていましてそのうち44人の方が亡くなっています県内のの新型コロナウイルスでの死亡率はというこ,とになっていますこれについて県が先月公表したデータをもとに見てみますと亡くなった方の平均年齢は82.8歳。 でそのの半数以上が基礎疾患のある方だったとということなんですでさらに、多くが病院内や施設内での感染だったということで、やはりこの高齢者、基礎疾患のある方を守るためには、私たち一人一人の行動にかかっていますので、改めて感染対策、徹底していきたいですね。 こうした状況を踏まえて現在県は緊急対策を延長するかどうか判断をしているということになります。そこで番組では皆さんがどのようにお考えになっているのかツイッターでアンケートを行いました。はい、県の緊急対策延長すべきかどうかその結果がこちらです。延長すべきと答えた方が八十四パーセント、解除すべきと答えた方が十六パーセントと。 延長すべきとという方が大半を占める結果となりました皆さんからいただいたコメントも見ていきましょう飲食店やその関連する事業者の方は想像を絶する事態だと思うそれでも目標の半ばで手を緩めてしまうとすぐに第4波となるだからこそ最後のチャンスにゼロまで下げることが必要ですとか 病院側や高齢者施設が大変な中で解除はまだしないでほしい生活面ではみんな苦しいけどなどという意見が寄せられました、まあ、経済も心配だけれどもまずは感染を食い止めたいという意見を多くいただきました。 これから県がどちらに火事を起きるかどうかまだわかりませんが、どちらにせよ私たち一人一人の感染症対策というのは重要になってきます。えもう少しみんなで頑張っていきましょう。そして番組では皆さんからの新型コロナウイルスに関する疑問や質問をお待ちしています。ご協力よろしくお願いいたします。